北陸新幹線長野金沢間の走行試験が始まりました。現在午前5時半過ぎです。富山県内をイーストアイが走行しています。この走行試験は新幹線を建設している鉄道運輸機構が行うもので、黒部宇奈月温泉駅から西側の区間で行われるのは初めてです。走行試験に使われるのは JR 東日本の点検用車両イーストアイです。イーストアイは今日未明、長野駅を出発。時速30キロほどのスピードで走行し、線路に歪みがないか、架線や信号設備に異常がないかを調べます。遅かったね。どうにか取れましたので、だんだん実感湧いてきましたね。イーストアイは富山県内を走行した後、午後2時過ぎに JR 東金沢駅周辺を通過。途中、止まったり徐行したりを繰り返しながら金沢駅を目指します。長野駅を出発してから13時間、北陸新幹線の線路の上を初めてイーストアイが走ってきます。ゆっくりとゆっくりと安全を確かめるように今金沢駅に向かって進んでいきます。そして午後2時40分に JR 金沢駅に到着しました。今後は新幹線の車両を使って段階的にスピードを上げ、システムや車両の安定性を確認するほか、今月5日には北陸新幹線の新型車両 W7系の走行試験も始まります。走行試験は1日1往復から3往復程度で10月末まで行われます。